緑色のウサギが去っていたそれからというもの毎日のように緑色それからというもの毎日のように緑色をした生き物が現れるようになった彼らはさまざまな形をしており 犬であったり、猫であったり、鳥であったりした。ある日のこと、いつものように緑色のうさぎが現れた。彼は僕、星なのに向かって話しかけてくる。やあ、こんにちは、調子はどうかな。よくないよす、最近変。 最近変なことばかり起きるんだ。例えばどんなことかなまず、学校で授業を受けている時に突然地震が起こったり、学校の帰り道にいい石屋を落ちてきたりするんだ。しかもう決まって俺の近くに落ちるんだよ。へえ、そうなんだ。大変そうだね。 友人の家にいたらなぜか火事になっていて逃げ遅れたその子を助けようとして一緒に焼け死んだこともあるしなるほどねそういうことがあったのかそれに最近は妙なものが見えるようになって困っているんだよ妙なものってなんだい幽霊とか妖怪みたいなものが あの話ね、ねよくあることだ、ね、でもさそういう話をしても誰も信じてくれないのさやっぱみんな疲れてるだけなのかないや違うよ君は今まさに生死の境にいるのさそうか俺はもう信じてて今は幽霊なっているわけがじゃあさそういうことでいいから教えてほしいことがあるんだけどいいかないいよ何でも聞いてくれ 実はさチョコレートってどうやって作るのはいチョコレートうんそう実は手作りチョコを作ってみたいんだけど作り方わからなくなってさよかったら作り方を教えてくれないかなああそういうことかもちろん変わらないよほん当ありがとうでも材料はちゃんと用意してあるのかいそれがさちょうど切らして いるんだよそれなら心配いらないよほら。 ここにたくさんの材料があるじゃないか。わあ、すごい量だね。僕は思わず声を上げてしまった。これだけあれば十分足りるはずだよ。でも、こんなもらっちゃっていいの。もちろんだよ。僕は神様だからね。ありがとう。助かるよ。じゃあ頑張ってね。うん、頑張るよ。そう言って僕は走り出した。それから数日後のことである。僕は彼女といつも通り下校していた。すると突然空から大きな物体が降ってきた。 それから僕は目の前に、僕、それは僕たちの目の前に落ちると大きな音を立てて爆発する。僕はとっさの判断で彼女をかばうようにして覆いかぶさった。しかしいつまで経っても食器が襲ってくることはない。恐る恐る顔を上げるとそ、そこに,には緑色のウサギ。君は星になろうえ、そうですけど。よかった。じゃあ早速行くよ。そう言うと、そのウサギは手を伸ばす。 そして次の瞬間、彼女は見たこともない場所にいた。そこは森の中の木々の間からは光が漏れていた。ここはここはどこですか僕の世界だよ。君の力を僕に貸してくれないかな。どういうことですか実は今僕はある敵と戦っているんだ。その… 敵というのは、悪の組織さ。悪の組織悪の組織。そんなものが本当に存在するんですかああ、本当だ。し,しかも、奴らは最近になってこの世界を乗っ取ろうとしている。でも、どうして、星なのなんですか君の力が必要なんだ。私の力そうだ。僕の力は魔法なんだ。 魔法魔法ってあの魔法使いとかが使うやつですかうん、まあ簡単に言うとそうなんだけど、だけどちょっと違うところもあるんだよね。どういうことですかまあそれはおいおい話すとして、まずは君の名前を教えてくれないかいまだ言ってませんでしたね。私は星直です。よろしくお願いします。 わかった。これから一緒に戦っていくわけだから、改めて自己紹介しよう。僕はキラ。よろしくね。はい。こちらこそよろしくお願いします。こうして二人は出会った。仲間と共に戦いが始まる。ところで何を戦うんですかアグの組織の幹部たちさ、幹部そう。アグの組織には7人の、か、 7人の典・部がいるんだ。その人たち全員を相手にするということですかでも1人だけ幹部じゃない人がいるんだ。幹部ではない。そう、幹部たちにはそれぞれ自分の部下を持っているんだけど、その中に1人だけ幹部ではない人がいて、そいつが厄介なんだ。えー、ちなみにどんな感じの人なんですか よくわか,、ね、からない、そう、見た目も性格も能力すら不明。わかっていることはただ一つ、ただ一つ。彼は強いということだ。そんなに強いんですかうん、実際戦ったことがあるんだけど、かなり強かったよ。どうやって勝ったんですかなんとか倒したよ。え、でも負けたんですよね。 いや、負けではいないよ。どういうことですおーい。突如、声が聞こえてきた。二人が振り向くと、そこには一人の青年。二人が振り向くと、そこには一人の青年がいた。年齢は二十歳前後といったと,ところだろうか。背は高く、髪の毛は薄い水色をしている。服装は全体的に白く、ところどころに、 金色の装飾が施されている。そして頭の上には大きな輪っかのようなものがある。誰だお前は俺の名前はラーギド。お前たちを始末しに来たぜお前一人で僕らを倒せると思っているのかもちろんだ。なぜなら俺は最強だからな。なら試してみるかい望むところだ。 それじゃあ行くよ。そう言うと、キラの姿が変わった。少年のような姿ではなく、まるで天使のように美しい女性へと変わっていた。緑のうさぎなんですけどね。そして両手を広げると、その手に白い槍が現れた。行くぞ、そのかき氷とともに。 ラギードが突進してくる。しかし次の瞬間。 ラギドと名乗る二十歳前後の青年と緑のウサギは魔法で喧嘩していた。オジナロは座って見学していた。おい、貴様などに記載した私がバカだった。そう言うと、ラギドは、えー、キビスを返してどこかへ行ってしまった。ラギドの背中を見送った後、ウサギはこちらを見た。お前かあいつの言ってた魔道士というのは、ふん。 まあいいさ、俺も暇じゃないんだ。要件だけ伝えるぞ。私のマスターになれ。以上だ。はいなんだ、聞こえなかったのか私はお前に。私はお前にマスターになれと言ったんだ。ああ。突然の話に出てきてくる。お前は首をかしげる。悪いけど何のことかさっぱりわからないよ。だから安心しよう。次にわかるようになるさ。いや、だから、いや、だから、ああ、もう話が通じないやつだな。とりあえず、俺の名前は星野郎。じゃなくて、佐藤きカズマだ。ふむ。じゃあカズマ。私と契約する。 緑色のうさぎに星なロはマスターになることを勧められて契約することになった。その日はもう夜も遅かったので、えー、後日改めて会いに行くことにした。ああ、やっと終わった。お疲れ様、お疲れ、お疲れ様です。星なロはログアウトしてベッドから起き上がった。今日は本当に、 いろいろあったな。とりあえず明日はゆっくり休んで、明後日から、また頑張ろう。ピロンんメールか。誰だこれ、差出人の名前を見て驚いた。コシナさんからだ。なんだろうと思いながらメールを開くと、そこにはこう書かれていた。こんばんは。昨日の件だけど、もしよかったら今度一緒に遊びに行きませんかえ、マジですか俺が驚いているともう一通届いた。ダメだな。これは行くしかないよね。俺は二つ返事で、 了承した。するとすぐに待ち合わせ場所や時間などが送られてきた。それじゃあ、よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。こうして俺たちは遊ぶ約束をした。やったぜ。初めてのオフ会だ。楽しみすぎて寝れないかも。いや、でもここはしっかり寝ておかないと。よし、そうと決まればさっさと寝よう。そう思ってベッドに入ったのだが、寝れない。 興奮しすぎて全然眠くならないよそうだこういう時は羊を数えるんだえっと羊が一匹羊が二匹羊が三匹よしこれでなんとかなりそうな気がするぞ羊を数え始めてから約一時間が経った頃ようやく睡魔に襲われ始めたそしてそのまま眠りについたのだった